乃木坂46分 TV 始まるよ。さあ、生配信でお届けしています乃木坂46分テレビ、進行を務めます梅澤美波と久保史緒里です。よろしくお願いします。そしてこちらが本日の出演メンバーです。イエーイ。さあ、今回もですね、おなじみ乃木坂工事中の収録直後のスタジオからお届けしています。はい、前回の生配信が7月22日だったので、だいたい1ヶ月と10日ぶりぐらいの生配信になりますね。でちなみにあれからチャンネル登録者数が増えまして、現在53万人を突破しました。すごい、半分超えましたね。すごい、あの50万人を突破した生配信を樋口さんが先日やってましたね。そうなの、4時間ぐらいね。真夏とマーヤが結局最終的に4人でずっと久世に飾ってた、ちょこちょこ見てたけど、すごい楽しかったね。楽しそうでした。まだ個人動画配信してないメンバーも多いと思うんですけど、います？あ、結構いますね、なんかやりたいのある人とか、あ、まゆちゃんやりたいのありますか？そうですね、でも私食べるのも好きなので、なんか食べる系の動画とかもやってみたいなと思います。絶対楽しい、絶対可愛いしね。可愛い、一緒に食べてる気分になるしね。かずみさんは何かやってみたい企画とかありますか？なんかやろうよ一緒に、こぼちゃん。いいんですか？でも私たち好きな YouTuber さんとか一緒じゃないですか。そうなんだよね。結構こう過酷なのやってみたいです。過酷なのやりたいよね。やりたいです。チャレンジ系のやつやってみたい。やってみたいです、まだないですもんね、乃木坂配信中では。いろいろやってみたいですね。楽しそうですね。ということで、ファンの皆様にもこのメンバーにこんなことやってほしいという企画などありましたら、ツイッターでハッシュタグ乃木坂配信中でどんどんコメントしてください。お願いします。もちろん番組のご感想やご意見もお待ちしております。お願いします。はい、ということで、それでは早速コーナーに参りましょう。久保ちゃん、お願いします。はい、 MV 注目中。はい、このコーナーでは事前に告知していました通り、9月22日に発売される君に叱られたのフルサイズ MV を解禁しちゃいます。初めてですね、フルは。初めてです。すごい、ついに皆様の元に届きますね。ですね、センターのカッキー、完成した MV を見てみてどうでしたか？いや、もうものすごく、まず皆さんが可愛い、とりあえず可愛いし綺麗だし、なんか素敵なグループだなって改めてちょっと見て思いました。かわいいよ、カッキーももう最強に可愛かったよ。ありがとうございます、ね、どうですか、なんか MV の準備とか緊張したりとかしました？当日までしましたね、結構そのちゃんといつもあの髪の毛を、あの前髪とかを自分で切っちゃうことが多くて、で、あのちゃんとしなきゃと思って、前髪を切りに行ってもらったんですよ、3日前くらいに。そしたらなんか思ったよりも短くなっちゃって、かなり短かったよね。すごい短くなっちゃって、ちょっとあの髪型が違うシーンとかもあるんですけど、確かにそれいつもと、でそれはあの短すぎてダメだってなって仕方なく、ちょっと変えようってなって。そうなんだね。実はですね、MV の注目してほしいところをメンバーに事前にアンケートしたんですけど、あの真夏さん、飛鳥さん、あやめんもカッキーの前髪に注目してほしいって書いてるんですね。真夏さん書きました？書きました。可愛かったですね。めっちゃ可愛かったんだけど、現場でカキちゃんに会った時に、あれなんかいつもと違うと思ったら、結構ね、いつものさ3センチぐらい短くて、このぐらい前髪短くて、あれ、オンマユで今回行くのかなって思ったんだけど、なんか話聞いたら切られすぎちゃったってことだったんですけど、でもそれも超似合ってた。いや、可愛かったね、めっちゃ可愛かった。いや、ちょっと不安です。そんなカッキーの一番の見どころはありますか？私の好きなシーンなんですけど、私の好きなシーンは、かっこいいレンカさんです。あー、あそこだ。わかったわかった。レンカちゃん、かっこいいとこあるよね。なんかレンカさんがあの照明さん役で、あの照明をこう動かしてるシーンがあるんですけど、なんか最初からずっとかっこよかったんですけど、隣のちょっといかつめの照明さんにこう指示してるシーンがあって、レンカさんが
そこがめちゃめちゃかっこよくて。わかる。そこがすごく好きです。ジェンカちゃん、はい、どうです言われてますけど。え、めっちゃ嬉しいです。まさかそこに注目してもらえると思ってなかったからすごい嬉しいんですけど、あそこ結構アドリブが多くて、なんかやっぱ声は使われないじゃないですか。でも実際にやっぱ喋ってる感じを出さないと、絵にならないから、実際にこう指示するんですよ。もうちょっとそこ右とか左とか上にやってとかっていうのを、なんかちょっとなんだろう、ベテラン風に指示するっていうのをアドリブで入れてました。すごい。服装もなんかすごかった。ライダースみたいな感じだったよね。服装すごいなんかね、かっこいい、バンドの人みたいな。そうでしょ。いかつめのね、いかつめのだったよね。ありがとう。照明さんってだけ聞くとどんな MV なんだろうって確かに、ね、思ってると思いますけど。 うん、そして卒業が決まっている高山さん、はい、最後の MV 撮影いかがでしたか。なんか、今までの MV ってみんなで朝から夜までこう一緒な感じだったけど、私今回ね、誰とも一緒に撮影することなくて、一人のシーンばっかりだったから、だから待合室でみんなと食べた桃がいい思い出。美味しかったよね。真夏が剥いてくれた桃がすっごい、やっぱり剥き方も上手で美味しかったです。嬉しい。ちゃんと包丁とかもね、まな板も置いてあってね、食べたの。確かに。見どころとか、あります。レンタンの あそこも私も大好きなんだけど、あの昨日ね、私が書いたのはこれです。影の作り方失敗しちゃったから、ここちょっとこうやって消すんですけど、あのねマイチュンが、今回私なんか字書いてるシーンあるんですけど、マイチュンがその中でもチっていう字がね、うまいって褒めてくれた。昨日ラジオでラって言っちゃったんですけど、よく見たらチでした。これも似てるよね、なんかこういう。でもチがめちゃくちゃ上手で、嬉しい。そこしか目いかないみたいな。嬉しいです。でも私もその MV の注目ポイント、で高山さんの達筆がもう素晴らしいみたいなことを書きました。本当に綺麗だったんで、嬉しいです。そこも注目してほしいです。私ね、小学生の頃にね、先生にね、字が汚いって言われて泣いたことがあるの。それを思い出した。その MV の現場で書いてて、なんかあの字をね、褒められたの、その時。で、昔そう下手だって言われて泣いた私も、あ、ちょっと成長したのかなと思って、そんなことも思い出しました。はい、そんなとは思えないぐらい本当に綺麗でした。本当に良かった。他にも見どころある方いますか。真夏さんとかいかがでしょうか。はい、私は笑顔の意味で書いたんですけど、ね、これだけだと、まあ、見てもらうまでちょっと分かりにくいんですけど、私があの最後の方、曲のラッサビぐらいでみんなで踊ってるとこで、めっちゃ笑顔のとこがあるのね。でそこがあのなんであの笑顔になったかっていう理由があって、あの隣が山下美月だったんですよ。今日ちょっとね、残念ながらいないんだけど、美月が隣で、あの、あるダンスをちょっと踊ってるんだけど、その振り付けが美月がめちゃめちゃ下手くそでちょっとなんかね、普段ダンスできてないとこあんま見たことないんだけど、その振り付けだけちょっとリズム感が取れなかったみたいで、何回やってもできない美月がすごい面白くて、2人で顔見合わせ割って面白くて笑っちゃってるっていう、そこの美月に注目してほしいなと思います。確かにね、山下もすごい爆笑してた。すごい爆笑してるし、すごい、お互い なんでできないのみたいなのを、あの言葉なしで通じ合っちゃって , 笑い合うみたいな。かわいい。なるほど。ありがとうございます。まだまだたくさんポイントあると思うんですけど、樋口さん、はい、いかがでしょうか。私はじゃん、乃木坂コーラス隊の団子さん兄弟、いくちゃんと久保ちゃんと私がちょっとコーラス隊って役だったので、歌ってるシーンがあるんですけど、2分43秒とかかな、そこら辺で歌ってる曲が君の名を歌ってるんだよね。何か楽しく歌ってくださいって言われて、君の名を歌ってて、あのメインのメロディーを久保ちゃんが歌ってくれて、私は適当に後ろでなんかおーとかそうやってるの。やってましたね。そう、あと最後ぐらいにね、
いくちゃんも含めた団子三兄弟のシーンがあるから、うん、ちょっと見てほしいなって思います、うん、ずっと一緒でしたね、撮影、ね、楽しかった、ね、楽しかったね。でも、本物のコーラス隊でした、うん、みんな綺麗でしたそこも注目してみてください。アスカさん、はい、あります？注目ポイント。私はヘアメイクアーティスト秋元、ありましたね、このシーンも。そう、真夏が私のヘアメイクさん役をやってくれてて、多分2分頭ぐらいに、うん、なんか鏡前で私が座ってて真夏がちょっとお直ししてくれてるみたいな、うん、時になんか、まあ、何をしたらいいのか分かんなかったのか、真夏が結構ずっと同じことを繰り返してて、それを見かねてヘアメイクさんがすごいダメ出ししてて言われた、こういうのした方がいいよみたいな言われてやってるんだけど、うん、でも結局なんかね、めっちゃ髪をね溶かしてくれてたの、私の髪を、うんうん、でも私ほらすごい髪をあの日はぐるぐるに巻いてたから、うん、巻きが取れる取れるですみません、ちょっとやめてほしかったそうなの、難しいですよね、でも実際にやるとヘアメイクさんって普段見てるから何してるか分かってるはずなのに、うん、なんか気づいたらバッグに入ってたブラシを出して同じ毛束をずっとこうひたすら溶かしてっていうのを繰り返してると、そこだけなんかちょっとまっすぐ目になってきちゃって、その後撮影もあったけど、うん、崩しましたまさかの真夏さんだったって。そうなの、アスカさんの髪型もね、可愛いですもんね、うん、それすごい言ってくれるよね、うんうん、あれ好きです、すごく本当、はい、ありがとうございますそしてそんな梅もおすすめがあるみたいで、うん、そう、なんかそのアスカさんと真夏さんが今、アスカさんが言ってたシーンのつながりで、うんうん、私とヨダで会話してるシーンがあって、うんうんうん、で身長の差がまずすごいんですよ確かに、そう、お互いに高いヒール履いてて、お互いに高くはなってるけど私も履いちゃってるから結局一緒みたいな感じで身長差がすごくて、でその役柄的に私の方がちょっとあのベテラン感ある役だったけど、私が全力で余談に謝ってるところが、うんうんうん、なんかすごく面白くてそこ見てほしいなと思いますあんなシチュエーション普段ないもんね、うん、だからなんか私結構仕事ができるマネージャーさんっていう役だったので、うん、かっこよくやったつもりだったんですけど、映像を見てみると意外とかっこよくなくて、あれってなりましたそんなことない、うん、かっこよかったです、はい、そこもぜひ見てください、うん、続いてさくちゃん、はい、どうですか、教えてください。じゃん、私しか知らないカッキーの優しくて最高の笑顔に注目です。これは私とカッキーの2人のシーンなんですけど、うん、あの見てほしい、カッキーが後ろ姿で映ってるんですよ。後ろ姿というか、うん、手だけが映ってたんですけど、そこの笑顔が本当に可愛いんですけど、皆さん見れないのであのご想像で見てほしいなと思って選びました2人だけの世界ですね。3分46秒だそうです。お、これ3分46秒、そこのカッキーの後ろ、うん、大事大事だね、素敵な笑顔がお持ちで見えてるんです ね、うん、続いてみなみさん、はい、なんか注目してほしい、はい、私はあの初めてやった髪型がダンスシーンでやったので、うん、みんな見てね一瞬だからもうみんな見逃したらもうめっちゃやばいと思ってみんながめっちゃ褒めてくれたので自信作です。本当に可愛かった、見てください、本当に一瞬です、あの後ろでこうやってうんうんうんちょっとラプンツェルみたいな感じそうそう、まだ一回もやったことないそう、10年目で初めてやった髪型が今日でも本当1秒ぐらいなので見てください、はい、見てみてください、うん、ということでそんな見どころ満載の MV をついに解禁したいと思います。はい、それでは VTR 振りをかきちゃんお願いします。はい、君に叱られたのミュージックビデオご覧ください、どうぞ。見ていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。カキ、やっと皆さんに届いたね。そうですね、うん、ドキドキですね、ドキドキだねやっと届きましたけど、ね、みんなに感想も聞いてみたいところですが、うん、初選抜の架橋ちゃん、はい、どうでした。やっぱりこの曲のミュージックビデオをこう改めて見て、この楽曲への愛着が湧いたりとか、実際に自分が選抜に入ったんだなっていう実感をもらうことができたので、うん、こんな素敵な作品に仕上がってよかったなと思います。うん、そして北野さんはいかがでしたか。
ひなこさん。はい。どうですか？北野さんって言われたから。あ、ごめんなさい。いつもひなこさんだから。はい。そうですね。なんだろう、私もでも久しぶりに選抜に入って、やっぱこうやってみんなと作品を作って、なんかやっぱもうカッキーがとりあえず可愛くて、うん、もう本当にヒロイン、とってもヒロインだと思う、うん、すごい可愛いのと、でもちょっとね、私とあやねちゃんのシーンにちょっとあるんだよね。そうなんだよね。ちょっとお願いします。私から、はい、あの私たち司会アシスタントの役で2人とも同じ衣装、同じ靴みたいなお揃いのコーディネートだったんですけれど、唯一カチューシャだけね、黒色と白色で別だったんですね。ただひなこちゃんのカチューシャがあまり目立たなかったみたいで、はい、最初のシーンだけ黒でその次から白色になってるんです。そうなんです。もう一番最初のもう多分 A メロの歌い出しの時、横すぎる時だけ黒をしてるんだけど、途中で多分目立たないってなって、あの衣装さんがその白いテープをこうカチューシャにぐるぐる、そうね、そういうのがあったんだよ ね実はね。じゃあ MV 見たら分かるんですか？え、もうね、パッキリ違う。うわ、すごい裏話ですね。見せちゃったですね、うん、ということで、うん、先ほどの見どころあれ踏まえて見ていただけましたかね、皆さん。ねえ、カッキーの前髪どうですか？全然変じゃなかったけどね、うん、めっちゃ可愛いですか？でも結構短かった。なんか、ま、こうちょっと上げちゃうと、うん、くるってしちゃうと、うん、もう眉毛の上に行っちゃうので、うん、メイクさんとひたすら前髪まっすぐ伸ばして伸ばしてたんですけど、でもダンスシーンも、ね、流してたもんね、珍しく。流してました。可愛かった、大人っぽくてよかったね、うん、どっちも似合うんですね。どっちも似合う、絶対皆さんも可愛いってなってるはず、うん、そして高山さんの綺麗な字が、うん、伝わったんじゃないでしょうかね。ありがとうございます、うん、でも、うん、なんか完成したのを見て卒業実感しました。え、でもあのそう、あ、さっきさ、みんなとのシーンなかったって言っちゃったんだけど、ダンスシーンはね、こう別日にみんなで一緒にやって、で結構今回って手つなぐ振りとか目合わせる振り多かったからすごい楽しかったけどね、あやねちゃんがねずっと目合わせてくれなかった。見てよって言ってずっとね見てたの私は、うん、だけどね、ずっと一向に合わせてくれなかったんだよ。だってなんか目合わせたら卒業しちゃうの実感しそうで嫌だったんですもん。嬉しくて、いやー、そうだねー、本当ありがとう。これから歌番組とかでいっぱい目でも合わせられますね、うん、今のがあったから楽しみです、うん、そして南さんの髪型、わかりました、わかりました。みなみも分かんなかったぐらい分かんなかった。分かってるみんな分かったのかな、うん、思いますよ。すごい可愛くて、本当にみんなね可愛いって言ってましたもんね、うん、そう、みんな褒めてくれた、うん、ファンの人、みなみ推しの人は見つけてくれるの得意だから。確かに、うん、大丈夫だと思う、うん、絶対見つけてくれるはず、うん、ということで、ここからはですね、 MV の裏側で起きていたマル秘エピソードを聞いていきたいと思います。じゃあまずはかきちゃん、はい、聞かせてください。はい、その MV の中で、あのトロフィーになってた、うん、あのガラスの靴があるんですけど、うんうん、そのガラスの靴が実は私の足の形ぴったりに作っていただいてて、そうです、実は履こうと思ったら履けちゃうんですよ。何それ、リアルなんだ。リアルなんです、すごい嬉しくて、それがロマンチック、なんて素敵なんだろう、ということで今日は、あ、その靴を実際にこう持ってきていただきました、すごい、じゃじゃん、すごい、しかも水色の箱に、すごいね、なんて素敵なんだろう、かわいい、これだね、そうなんです、え、カッキーの足に合わせて作ったってことよね。そうです、多分あの縦と横と高さとみたいなので、履けるんだじゃ本当に、はい、え、履いてみちゃう、ねえ、ミレシンデレラだ、すごい、すごい、ね、撮影で履いてるシーンはありました。あったか、あのタクシーに乗ってる時に履いてた靴がこれで、そうだよね、そうなんですよ、走ってる時とかはスニーカー、そうなんです、唯一、唯一履いて、本当にガラス、本当にガラス、落としたら割れちゃうので、すごい、怖いね、テープが履くのも怖い、緊張するね、どうやって作るの、ね、ぴったりだ。ちょっと失礼します。かきたいでしょ、はい、すごいよ、右足で入る、うわー、すごい、プリンセスやん、お姫様だ
叶った気分で、うん、本当だね、すごいね、本当にありがとうございます似合うね、似合うね、ドレスも素敵だったもんね、素敵ですね、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ということで裏話続いて聞いていきたいと思います。真夏さん、はい、何かありますか？あのミュージックビデオの中ではないんですけど、うん、あのダンスシーンで今回のポジションが、私の隣がいくちゃんで、その隣がくぼちゃんっていうポジションなんですけど、うんうん、あ、逆か、私、くぼちゃん、いくちゃんっていうポジションなんだけど、あのいくちゃんって普段私がいたら基本私に向けてジャイアンみたいなちょっと態度をね、うん、向けて結構もうだるがらみみたいなのを繰り返すタイプなんだけど、うん、あの今回は私全く来なくて、で、あ、珍しいと思ってどこ行ってんだろうってチラッと見たら久保ちゃんとこに全部行ってて、もう久保ちゃんターゲットだったよね。完全にターゲットでしたMV 撮影2日間があったじゃないですか、うんうん、もう2日間ともずっと、いや、嬉しいんですよ、うん、嬉しいんですけど、もうなんかなんていうんですかね、ボディーガードみたいな感じで、うん、なんか歩けない私がこちらですって先導しないと歩かなかったりとか、かなりホールドされてて、そうですね、久保ちゃん嫌じゃないかなと思って様子見てたんだけど、久保ちゃん意外と嫌じゃなさそうで嬉しそうだったから、もうお任せしようと思ってっ預けてた。あ、本当ですか、はい、じゃあこれから歌番組の時とかは真夏さんも、うん、ていただいて、いいよ、はい、うちのジャイアン預けるのこのシングルは仲良くやらせていただきます、はい、続いて新内さんの、はい、何かございますか。私、あの MV の中で司会役をやっていたんですね、うんうん、そので、その時に結構私、あのそのメンバーとかいろんな人がいる前で、あのちゃんとマイクを通して演説っていうか司会してたじゃないですか、ゴリゴリに回してたのに1秒も使われてなくて、しかもその後しっかりオンリーも撮ったんですよ、あの監督さんと2人で、あのあ、もうちょっとこここうしてもらっていいですかみたいな感じで、結構たっぷりめに撮ったんですけど、1秒も使われてなかったですね。よかった。でもいい声で流れてましたもん、うん、覚えてますそのセリフ。え、覚え、どんなやってたっけ。なんか私覚えてますよ、あれだよね、はい、そうです、うん、これはサプライズですみたいな。バカにしてないですよ皆さん大きな拍手をずっと言ってたのに、本当に1秒も使われてなくて、めちゃくちゃ悲しかったです。でもなんか2サビ終わったあたりから、あ、嫌な予感はしてたんです。多分これは使われないやつかなって。でもわざわざ2日目にあの皆さんが帰った後に撮ったのに、そうだったね。確かに10回以上はもうあの声聞いてた気がしますもん、うん、聞いてました。え、絶対20回ぐらい言ってたと思う。そうですよね、結構ね、一、ね、日通してマイク通して多分いろんな、うん、指示というか、しかもさ、なんならマイクが途中最初の方入ってなくて、入ってないからやり直しのカットもあったんだよね。 ありました、ありました。変わったのになんか使われてなくて、おやって思いました。残念ですけど、で実はですね、なんともう一個使われてないシーンがあるらしいんですよ。撮ったのに。そう、それの動画があるみたいなので見ていただきたいと思います。どうぞ。出るかしら。おお、ジェンガ、隣でジェンガ。あ、衣装、衣装着てるのね。結構1個で立ってるよね。本当だ、かわいい。本当だ、1個で立ってるよ。不器用がです。そんなとこ、そんなことある。不器用がです。おー、こちらカッキーとサクちゃんの、これ何のシーンだったんですか。シーンっていうか、なんか2人がなんかお友達ってなんかそういう親しい設定があって、それの思い出のシーンみたいな、2人の仲良いシーンみたいな。はい、そうです、はい、で撮ったんですけど、うん、あれっていう感じでなかったでした。でもすっごいほんわかしますね。仲の良さが伝わりますね、うん、そしてですね、ここで写真もあるみたいです。 ある写真。何の写真だろう。こちら皆さんご覧ください、どうぞ。ヨダちゃん寝てますね。はい、寝てますね。うん、私この MV の時多分休憩時間とか空き時間
9割ぐらい寝てたような気がします。確かに寝てた。いやでも分かんない、この時は、うん、もしかしたらあれかもしれないです、寝てなくて黙想無の時間みたいな。ええ瞑想寝て、え記憶にあるこの時なんか一瞬ある、一瞬寝てるこれ高山さんが撮ったんですっけ、うん、いっぱい撮った、ね、寝てたよ、寝てたそうそう、あのリップシンク待ってた時だね、なるほど、そうそうそう、だから途中、与田ちゃんと誰とだっけ、さくらちゃん、さくらちゃんとか、うん、かわいい2人のリップシンクあると思うんだけど、うん、の直前まであの姿でした。かわいい、確かに空き時間寝てるイメージありますね、目を閉じてる時と寝てる時があるので、ね、ずっと寝てるわけではない。あ、そうだね、こだわりがいいねありがとうございます。では続いて、うん、れいちゃん、はい、なんかありますか。私裏話じゃないんですけど、MV でダチョウがすごいモチーフとして出てきたじゃないですか、ね、あれなんでダチョウだったんだろうってすごい気になって。確かに現場で一番存在感、そうですよね、だから通路の、ま、ど真ん中にドーンっていつもいて、うん、これは本物ですかねみたいな話をした覚えが、うん、その真相気になりますよね、はい、ですよね、うん、ということでなんと、なんと、今回は君に叱られたの MV を手掛けていただいた横森監督に来ていただきました。横森さん、横森さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやすごい、ね、なんと来てくださいました、うん、ありがとうございます。ということで改めてご紹介させていただきたいと思います。君に叱られたの MV を手掛けていただいた横森光成監督です。よろしくお願いします。監督の横森です。緊張してます横森監督はですね、うん、君に叱られたの他にも新しい世界やキャラバンは眠らない、うん、毎日がブランニューデイ、世界中の隣人よの MV も手掛けてくださいました、うん、監督的には今回乃木坂46と関わる作品がこれで5作品目ということなんですけれども、うん、今回の作品はどんなコンセプトで撮影してくださったんですか。まあ、今回は、まあ、やっぱカキさんがそのセンターということで、うんうん、まあ、なんかその現代版シンデレラっていうのをちょっとコンセプトに作りたいなと思って、こういう風にしていました。とっても素敵な、ね、うん、MV ですけれども、うん、まあ、ここからは、ね、せっかく横堀監督に来ていただいたのでこんなコーナーをご用意しました。久保ちゃんお願いします、はい、教えて監督 MV のアフレコ。あ、違う珍しい、すみません、伝わっちゃった、ごめんなさい、カットカット、はい、生生もう一回いきますいきます。教えて監督 MV のあれこれ生解説はい、ということで先ほどレイちゃんがダチョウの置物の意味が気になるとあったように、うん、MV に関しての質問がメンバーからたくさん来ています、うん、そこで今回監督に直接疑問をぶつけて解決していこうという企画です。素敵、直接聞くっていうのは私たちもあんまりないですね。ないです、ないです、うん、ということでちなみにファンの皆さんからも質問や感想など MV のことで気になったことは何でもいいので YouTube のコメント欄か Twitter にハッシュタグ乃木坂配信中でどんどん書き込んでいってください。お願いします、お願いします。ということで監督、れいちゃんの質問ですが、あ、横森監督に聞く前にダチョウの置物の意味が分かったよっていうメンバーいたりします？気づいてた方とか、うん、分かんない、分かります、分かんない、分かんない、分からないまま進めてしまっています。あ、あれちゃん、ダチョウって飛べない？そうですね、なるほど、確かに飛べない鳥ですね。そういう意味があるんですかね。あるんですかね、っていうヒントだけ置いていくなんだろう、じゃあ聞いてみますか、はい、横堀監督、はい、このダチョウの置物の意味って何だったんですかね。今の本当に樋口さんがおっしゃったように、うんうん、本当その今回その飛べない鳥っていうのをちょっとこう、まあ、それも含めてテーマにしていて、うん、まあ、ダチョウって、まあ、ちょっと映像を見ていただけば分かるんですけど、うん、そのまあ、白と黒で、まあ、その灰色っぽいこう色をしていた時に、まあ、そのまあ、さっき言ったそのシンデレラっていうストーリーも最初本当灰色 の, その女の子が、まあ、その掃除とかそういうこうけなげに頑張っていると、まあ、いいことあるよ、まあ、シンデレラになれるよみたいなストーリーだったんで、なんか最初カキさんをやっぱりこう
なんだろう、まあ、汚いっていう表現はおかしいですけど、ちょっとこう素朴な女の子にして、でそこからの変化っていうところで、なんかモチーフとしてあの飛べないけど走れる鳥ってなんだろうって言った時にダチョウが出てきたっていうのが一つあります。素敵っていうのと、そのプラス、その、まあ、今回その愛対するというか、その対カキさんの対比となるその、まあ、飛鳥さんが、まあそのまあ、女優役っていう設定で今回やっていただいたんですけど、うん、まあ、なんか飛鳥さんってその飛ぶ鳥ってこうまさに書くので、なんか飛鳥さんがその飛ぶ鳥ならカキさんはその飛べない鳥なのかな、けど飛鳥さんと同じ舞台に立つみたい なんかそういう、こう意味を含めてそのダチョウをちょっと出してみました。すごい聞いた上で見たら MV がまた違う見え方に、ね、本当なりますね。ねえ、れいちゃん素敵な意味が込められてたんですね。はい、もう聞いてよかったです。ありがとうございます。ちなみに監督は今回、そうですね、天の声で登場していただいたんですけど、はい、カッキーが似顔絵を描いてくれたみたいです。そうですね、あのカッキーが上手なんか、はい、こちらですね、カッキーが描いてくれたのが、でれんじゃん。でもちょっとわかる。マジですか。なんかわかる。これはどういう、あの顔出しがちょっとやっぱりあれかなっていうので、うんうん、ちょっとあの似顔絵描こうってなったんですけど、うん、で似せすぎてもどうなんでしょうってなって、で私の頭の中だとなんか可愛らしいクマさん、かっこいい可愛らしいクマさんって感じ、なんかイメージでちょっと描いたんですけど、うん、でも特徴掴んでますよね、うんうん、すごい。なんか確かに監督を動物で例えたらクマかもしれない、うん、クマっていうよりなんかクマさんって感じ。なんか優しい感じ、優しい感じの、横森監督どうですかこの似顔絵。なんかめっちゃクマっすね。めっちゃクマさんですね。けど嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。解決で、まあ、どんどんね監督に質問聞いていきたいと思います。はい、じゃあまずは高山さん、はい、ありますか。あ、横堀さん本当ありがとうございました。最後に素敵な MV を、すごくあの今回配役に愛があるなっていう風に感じたんですけれども、はい、あのそれも監督さんが配役を考えられたんですか。そうですね、まあ、本当カキさんは最初からやっぱシンデレラってやっぱ決まってたんですけど、うん、本当皆さんのその なんだろうな、まあ、僕もそのミュージックビデオ何本かやらせていただいている中で、なんか皆さん その個性だったりそのキャラクターだったりっていうところをなるべく、まあ、その今回のキャラクターにこう落とし込めたらいいなっていうところで、ちょっといろいろ考えて今の配役になってます。うん、それぞれがあった配役というか、ね、生田さんがピアニストだったり、うん、いろんな配役でしたもん ね。さあ、じゃあどんどん聞いていきましょう。はい、続いて架橋ちゃん、はい、高山さんが書かれていた文章にはどんな意図が込められているんでしょうか。うんうんうん、確かに気になる。そうですね、高山さんはあの、まあ、設定としてはその、まあ、脚本家っていうまあ設定で、でまあ、やっぱり当然その高山さん の、ね、そのまあ小説とかやっぱりいろいろ見させていただいている中で、うん、やっぱなんか最後その高山さんらしさというか、うん、あの高山さんが一番美しく撮れるのはどういう感じなんだろうなっていった時にやっぱこう文字を書いている姿みたいな、うん、っていうところをこう思い浮かんだのがまず一つと、うん、あとはなんかその、まあ、直接その柿さんに対して の、 そのメッセージではないんですけど、うん、なんかどっかその柿さんのなんだろうな、こう走っている姿とその高山さんが書いている内容がこうリンクして、でなんかそれが一つ の、 その形になっていく、まあ、それが最後というか途中かな、柿さんがその羽が生えるっていう、あそこにつながっていく、まあ、きっかけになるようなこう見せ方にできたらいいなというので、高山さんのあの文章はあのそういう意味でああいうふうに考えてみました。ありがとうございます。文面も文字も全部がマッチしてる、うんうん、そして次に新内さん。あ、私はさっき言ったその例の件なんですけど、1秒も使われてなかったのは何だったのかなってちょっと気になってしまったんですけど、せっかくなんで新内さん、あの本当すいませんでした。
やなんか本当に本当これ新内さん一番その現場でセリフを入れさせていただいたの新内さんだし、そうですよね。なんなら本当撮影前に結構やっぱり準備でいろいろバタバタだったんですけど、その中やっぱ新内さんと、まあ、梅澤さんもそうかな、その台本をやっぱ、うん、そこは書いたんですよ。そうですね、いただきました。で、それでちゃんとこうお芝居もしていただいて本当素敵な、声でなんか演出した時は確か女子アナ風みたいにお願いしますって言ったと思うんですけど、はい、本当に素敵なお芝居だったんですけど、なんか編集してる時にあれこれ入んねえなと思って、まあ、すいません本当に申し訳ありませんでした。全然です。なんかどっかでなんかあったらいいなと思っているんですけど、じゃリベンジですね、はい、またよろしくお願いします。お仕事する時はお願いします。お願いします。ちなみにこれ以外にも他にもカットされた方とかメンバーいます？これ撮ったんだけどなんか、あれ、かずみさん、あれ、いや本当たくさん出していただいたので申し訳ないんですけど、はい、リップシンク、あそうだ確かになんかね、そうだ、あの22のフェアと、そうだわ、かずみ一人で撮った、撮ってた、撮ってましたね、確かに撮ってた。でもいいんですよ、いいんですよ。本当にすみません。確かに、いや本当に、いや本当にあのその時はあれかな、本当僕自分でカメラを回させていただいて、そう高山さんあの撮らせていただいたんですけど、あの本当に素敵でした、本当に素敵だったんですけど、優しい、ごめんなさい本当に申し訳ないです。そう言っていただけるなら、はい、よかったです。本当になんか ぜひファンの、ね、皆さんにこう見てもらったら、ね、いいなと思いつつも本当にすいませんでした。ありがとうございます。どこかでまた見れたらいいですね。MV、には入りきらなかったけどっていう形で、うん、確かに。そして他にもセイラちゃん、はい、はい、MV のなんか最初と最後になんか一瞬暗いところにキラッて入るなんか映像みたいなのがあったんですけど、それでどういった意味とかあるんですか？確かに最初と最後のあの本当始まりのところですよね、はい、なんでだろう。確かあれはその、まあ、なんかフィルムが始まるそのエフェクトを多分入れてると思うんですけど、まあ、なんか今回映画祭っていうまあ設定なので、なんかどっかこう映画のこうストーリーみたい なんかそういう内容になればいいな、まあ、本当フィルムが始まるよっていう意味で入れてるんだと思います。おしゃれ、ちっちゃいこだわりも、ね、いっぱい詰められてますけれども、はい、続いてまゆちゃん。はい、私がお聞きしたいのは、はい、あの MV を作るときってこうストーリーから決めるのか、それとも配役を決めてからこう物語を作っていくのか、なんかどこから作ってるのかちょっとお聞きしたいです。確かに、はい、なんか僕の場合ですけど、まあ、今回のミュージックビデオに関しについては最初その曲をいただいたときに、なんかやっぱカキさんがこう走ってるみたいなその絵がやっぱ思い浮かんだんですよね。で僕の場合は本当にその1枚をその決めた上でそこからストーリーをこう膨らませていくっていうやり方だったので、そのカキさんが本当にそのシンデレラのあのドレスでなんか本当にそのまあ車の中逆走してるというか、なんかそういうこう絵を撮りたいなっていうところから始まりました。なんか本当に過去のそれこそ毎日がブランニューデーとか、なんかああいうところも本当にその焚き火でみんなが踊ってるとか、本当その一枚絵っていうところから僕はあのミュージックビデオを考えてます。ありがとうございます。普段聞けない話すぎて貴重すぎて、私たちもこう撮っていただく側としてすごく知っといてよかったなと思うこといっぱいありますね。ありますね。そしてもう一人いきましょうか、真夏さん、はい、ありますか？ちょっと本当に大したことじゃなくて申し訳ないんですけど、はい、撮影 あの私役がヘアメイクさんだったんですけど、それでヘアメイクさんとしてなんかこういう動きをしたらいいかなとか、ちょっと自分なりに動いてみたりとか表情とかもやってみてると、はい、隣にいた他のメンバーたちにはこうこうこうしてください、こういうのがいいかもしれないですっていうアドバイスがあったのに、私の方に終わった後真夏さんいいっすよしかそれだけだったのに、それを毎回必ずいいっすよって言われるんですけど、本当にいいのかなってだんだん最後不安になってきちゃって、あれ適当ではないですか？全然適当じゃないです。はい、本当にあの素敵でした。あ、なんかすごい一人で不安になってたんですけど、
その言葉を聞けて安心ありがとうございます本当に監督カットがかかるたびとかその撮ってる時もすごくいいですよいいですよってすごく声をかけてくださってたのが印象的だったので、それを聞いた上でファンの方も聞いた上でまた MV もう一回見直していただけたらと思います。はい、はい、ということでですね、ここで、ファンの皆様からの質問や感想を聞いてみたいと思います、紹介していきます。ありますかね。コメントで読んでみますか。そうですね、結構皆さんでも MV 公開された時はすごい感動するとか素敵っていうコメントいっぱい流れてましたけど、どうですかね、監督の話を聞いた上で皆さんどういうふうに思ったのか気になりますが、どうでしょうか、書いてあるかな、書いてあるかな、お、ラグが、そうですね、今ちょっとタイムラグなのでもう少々お待ちくださいね結構素敵なコメントいっぱい来てるんですけど、でもやっぱ MV 良かったよって声もたくさんありますね、たくさんありますよ、あ、嬉しい、やっぱ乃木坂だなって書いてあります、嬉しい、なかなか最近ない MV でしたよね、こう、ストーリーがしっかりこうある感じで、配役っていうのもある形で出てるのなかなかなかったですけれども、え、あら、残念ながらここでお時間となってしまったということで申し訳ございません。まあ、まだまだ聞きたいことはたくさんあったんですが、メンバーの皆さん、どうだろう、ひなこさん、監督にお話聞いてみていかがでしたか。いや、でも本当監督もすごく乃木坂のメンバーに愛情があって、いや、また今回もご一緒できてすごく嬉しいなって思ったので、またいつかご一緒できる時まで私も素敵な女性になれるように頑張りますありがとうございます。あやねちゃん、いかがでした、監督の話。このシーンにこんなたくさんの意味が込められてたんだなって知って、もう一回1秒1秒しっかり 見返したいです。ね、本当だね。カッキーもどうでした、貴重なお話が、ね、はい、聞けたけど。そうですね、なかなかこう聞けないことですし、やっぱりこうどういうところからアイデアが湧いてたり、こんな素敵な作品を作ってらっしゃるんだろうってずっと気になってたので、なんかその作品の一部になれたことがすごく嬉しいです。本当、カッキーは、ね、一人でのシーンも、ね、たくさんあったからね。そうですね、本当に素敵な MV を監督ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、君に叱られたの MV はこの後乃木坂46オフィシャル YouTube チャンネルでも配信いたしますので、ぜひさっき出た見どころだったり監督の話を聞いた上でもう一度確認しつつ見ていただけたらと思います。はい、ということで横堀監督、本日はお忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。時間でした ね、本当に貴重な時間でした、ということで、間もなく生配信終わってしまいますが、皆さんいかがでしたか。あやねさんいかがでした。私生配信出るの今日が初めてで、こんな感じなんだってちょっとドキドキしてたんですけれど、楽しくてよかったです。また出たいのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう、かわいい、本当によかった、ね、セイラちゃんはどうでした。なんかあの前回のごめんねフィンガースクロストの時にみんなで初めて生配信したじゃないですか、すっごい楽しくって、で今回またこうやってみんなで MV をファンの方と一緒に解説付きでこんなに楽しくこう解禁できるっていうのがすごくなんか幸せだなって改めて感じたので、なんかこの幸せをもっともっとこれからも伝えていけるようになんか頑張りたいなって思いました。れんかちゃんどうでした。なんだろう、やっぱり実際に監督から聞かないとわからなかったこととか、ただ見ただけじゃわからなかったことっていっぱいあると思うので、生配信でファンの人と同じ時間を共有して聞けたっていうのがすごい幸せだったなって思います、ね、本当だね、いい時間でした ね、 今日紹介したポイントも含め、皆さん改めて見返してみてください。お願いします。それでは最後にですね、まあ、センターのカッキーによるチャンネル登録お願いしますでお別れしたいなと思います。やりましたね、はい、いいですか、はいまあね、前回は9時でお題を決めたんですけど、今回は曲名に沿って叱りながらチャンネル登録お願いしますをカメラに向かってお願いしたいと思います、はい、叱る、叱りながら、お、いけますかね。いいですか。わかりました。おそれでは参りましょう。3、2、1、
チャンネル登録してくれへんかったら許せへんで。